オーパは株式会社オーパ及びイオンモール株式会社が運営するファッションビルである。同名のファッションビル及びビブレ、フォーラスといった別ブランドのファッションビルを運営している。大英の子会社であった株式会社大英アゴラが新神戸オリエンタルシティの商業施設として1988年9月に開店したオリエンタルパークアベニューがオーパのルーツである。 チェーン店群としての現在のオーパが誕生した後に、オリエンタルパークアベニューも新神戸オーパに転換されたが、2002年に閉店し、新神戸オリエンタルアベニューとなり、オーパとは無関係の施設となった。創設以来、大英の参加であったが、大英がイオンの完全子会社になった後の2016年3月1日に、イオンモールの完全子会社となり、 イオンリテールが運営していたファッションビル業態であるビブレとフォーラスの運営を引き継いだ。星印は2代目テンポロゴを採用するテンポ本節ではかつて存在したオーパのテンポを述べる。かつて存在したビブレやフォーラスのテンポはビブレかつて存在したテンポ、フォーラス閉店したテンポをそれぞれ参照。上記のカードは共に現金払いが基本のカードであり、オーパ全店共通である。 一部対象外のテナントある一方、テナントのポイントカードとオーパーカードの双方にポイントを蓄積できる場合もある。なお、キャナルシティオーパーに関しては、これまで行われてきたキャナルシティカードへのポイント付与を2011年3月31日で終了した。ありがとうございます。